何あ、グレーグレー好き好きはい、ということでね、無事に九州の方に帰ってきました。せーの、トワイエロッサー始まんない。はい、おっさん便の寄り道スポットということで、今ここにね、来てます。埼玉県の蕨市ですね。蕨市にありますこちら駄菓子屋プレシャスタイムさんですね。プレシャスタイムさんはね、僕とライブの方でコラボしたことがあって、今日ねちょっとアポなしでびっくりさせに行きたいと思います。すごいです。どうも九州から来ましたよ。はい。びっくりした。はい、来ましたよ。九州のお土産。九州土産。はい。すいません、頑張って。いいです、いいです。ありがとうございます。粗品だったみたいね。よかった、なんか活用してください。ありがとうございます。エコバッグですか？そうですね、多分。あ、すいません。ありがとうございます、こんなに。なんか、そういう情報が多くて、飲み込みたい。そうなんです。ありがとうございます。びっくりさせて。わー、すごい。お店映して大丈夫ですか？あ、大丈夫です、大丈夫です。すごい、ポケモンとか。いっぱい。自分の趣味で。ここ絵描くスペースがあるよね。カルピー、この面白いね。どっちがいい？青にしよっか。そうね。すごいこれ、切り抜いて。面白いね、こんなんしたら。シンナのこれ買って。トリプルドーム美味しいよね。久しぶりに買います。あ、これ、うん、あるよ。あ、そうか、かわいいね。ここいいですね。いいですね。その遊び心が素晴らしいんですよ。これいいね。はい。くじ関係はこっちですか？あ、そうですね。今消しゴムとシールと、あとこれ。あ、なるほど。え、70円安。なんかこういう、はい、ブリッジできるやつね。はいはい。あとオリジナルでいつもはこの辺、はい、あのオリジナルくじですか？そうそう、出た色で景品変わるみたいなのをやってたんですけど、今ちょっともう少ないです。ほぼ出ちゃって、スーパーボールたくさん。なるほど。スーパーボールでね。ここら辺も売ってるんですか？あ、これはもう全然、あ、違うやつですか？はい、なんかシール引きのやつで、ダブった子にここからあげたりして交換みたいな、たまにするんですけど。あ、それいいですね。貼っちゃってるだけですね。難しい。うちのおばあちゃん作りよったよ、これ。作りよった、作りよった。値段を、あ、値段を、そうなんですよ。値上がりしてから僕ね、忘れちゃいましたよ。変わっちゃうから困りますよね。あ、これも
かこのゴムで消せるそうなので、はい、消しゴムになります。これなんか色もらっちゃったから、いやこれうちもこれちょっと近所さんからもらったやつで、あ、そうなんですか、アクリルタンスたくさんちょっとそういうものの交換で、はい、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、いただきました。お土産もらっちゃったんで、もし世代ならなんか3枚ぐらい好きなのもしね、はい、よいしょ、2枚で大丈夫です、はい、はい、ありがとうございます。ちょ、見てみますか、見て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 、何誰、あ、グレー、グレー、好き好き、かっこいいね、すごい、当たりやつ、いいやつ、いいやつ、こっちは全然しないよ、何これ、誰、どういう、ちょっとハレンチな、どのやつなんですか、いろいろ参加させてこれからも、はい、頑張ってください、ありがとうございます。はい、ホッサン便の寄り道スポットということで、今日はね、ここに来てます。東京都板橋区にあります駄菓子屋ゲーム博物館さんでございます。結構有名なところで YouTube チャンネルもあるんですよね。もう登録者1万人を超えてるチャンネルで、一度ね、ここに来てみたいなって思ってて、やっと来れたので今日はね、撮影できたらさせていただこうかなと思います。はい、おっさんの寄り道スポットは全部終わりました。今からね、九州の方に帰りたいと思います。帰りはね、横須賀の方からフェリーが出てて、東京九州フェリーっていうのが出てるので、これで1日かけて帰るっていう感じですね。今回の旅はね、すごいお土産をいただいたんですよね。そういうのは全部家に帰ってね、じっくり紹介したいと思います。はい、ということでね、無事に九州の方に帰ってきました。今回のおっさん便はすごい長旅だったので、どうなるか不安だったんですけど、もう大成功に終わってね、本当に良かったです。で、ここに並んでるのはまさかのいただき物なんですよね。旅の道中でいただいたものがこんだけあるので、ちょっとさらっとね、ご紹介していこうかなと思います。はい、完全にいただきすぎちゃってますけども、まずこれですね、視聴者さんのムイムイさんからいただいたやつですね。アメ、ヘアバンド、美容のマスクで、これはプレシャスタイムさんですね。プレシャスタイムさんのところからいただいたお掃除用のグッズですよね。はい、それとこれはね、またムイムイさんからいただいたマスクストラップですね。またもやこんなにいっぱいいただいちゃいました。うん、かわいい、緑ガメ、ウミガメ、あ、ヘビ、かっこいい、メガネ、はい、これもね、いただいたんですよね。コインケースかな、いただきました、ありがとうございます。で、これね、もう開けてみたんですけど、上手やし、すごいし、もう職人さんですよね、完全に。めっちゃすごいこれ。で、これが花柄のおじさんからいただいたやつですね。モモンガポーチと、この爪研ぎができる回し車ですね。はい、これはムイムイさんからもらったやつかな、ラスクですね。こっちの方がディビアファームの女の人からいただいたやつですね。そばとチューハイとバハムクーヘンと、これなんか七味のごま油ですね、ありがとうございます。こっちは花柄のおじさんからもらったやつですね。おいしすぎてね、もう食べちゃったんですよね。はい、こういうせんべいなんですけど、めっちゃおいしくてほとんどね、食べちゃいました。これももらったやつですね。で、これもまた花柄のおじさんのとこからもらったやつで、布草履ですね。布草履、すごい気持ちよさそうです。で、ハンカチと入浴剤ですね。はい、どんだけね、もらってるんだって感じですけど、ありがとうございます。はい、ということでね、おっさん便が終わってだいぶ経ったんですけど、今からね、仕入れたこのご紹介をね、していこうかなと思います。
で4匹仕入れたんですけど、1匹はねもう売れちゃいましたね。まあ、おっさん便帰ってきて2日後ぐらいにね売れちゃって、もうその子はねいない状態なんですけど、まあ、その他の子はいるのでご紹介していこうかなと思います。はい、まずこの子ですね、マンダリンの子です。この子ね、ほんと愛想がいいんですよね。どんなお客さんが来てもアピールしてね、すごい可愛い子です。体の模様がこんな感じで、ちょっとねグリーンが入ってますね。エメリンみたいな感じになってます。じゃあ今からちょっと餌与えてみましょうかね。この子ね、どんな餌でも食べるんですけど、とりあえずね、リビエさん与えていきます。あれ？ちょっと明るすぎた。して食べてますかね。で、次の子こちらでございます。スーパータンジェリンレーダーさんですね。はい、目がね真っ赤ですね。すごい可愛いです。体の色はねこんな感じですね。すごいね透き通ってるんですよね。グミみたいなね感じがするんですよね。すごいねクオリティの高い子なんじゃないかなと思います。今ね時間帯が夕方なので、本当はねこんな時間に与えないんですけど、食べるかな、見える、で最後の子ですね、ブラックナイトさんです。この子は仕入れてきてしばらくはね何も食べてくれなかったんですけど、まあ、最近になってやっとねコオロギを食べるようになりました。体の方はねブラックナイトさんなんで黒いですね。でライトカラーということなんで黄色が少しね出たりするんですけど、この子はね黄色じゃなくてオレンジが出てますね。オレンジが出てます。それもなかなか珍しいんじゃないかなと思います。でこの目ですよね、ノワールデジールブラックアイということで、すごいねおっさんも初めて見たんですけど、かっこいい目してます。はい、見えてるかな。なんか今の食べ方を見るとあんまり目が見えてないような感じしますよね。まあ、ノワールデジールブラックアイって大人になったらなんか目が見えなくなるっていう話も聞くので、こんな感じなんでしょうね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。おっさん便の動画をね何回かに分けて見ていただきましたけど、はい、すごいね長い動画になってしまって、全部見てくれた方はいるのかわからないんですけど、最後までねご視聴ありがとうございました。また来年もねおっさん便やりますので、その時はね動画を撮影して公開しようかなと思います。はい、そんな感じでね今日はこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。